こんにちは、トイズガオです。本日はこちらメカコレクション VF31J ファイターモードスーパージークフリードハヤテインメルマンキーです。はい、こちらね、もうかなり前ですね、マクロスデルタのものなんで、はい、こちらのジークフリードがスーパーパックを装着してですね、スーパージークフリードになっている状態が再現されたプラモデルですね。はい、これだけね、かなり放置してしまっていたんですけども、ちょっと今回組み立てようと思っております。まあ、これはファイターモードだけなんですけども、で、ちっちゃいですよね。で、これじゃない、ちゃんとしたもの、こちらです。こちら今、バトロイドモードになってますが、ちゃんとね、ガウォークも、ファイターも、3パターン、変形できる、このね、プラモデルを、僕は、以前作ったんですけどもね、これ今、スーパーパック装着しているモードになってますけどもね、組み立てているところとかね、ランナーの説明とか、そういうものはボツになりました。なぜかと言いますと、ちょっとね、話が若干長くなるんですけども、まずね、この通常の状態ですね、この、こちら、ジークフリードの VF31J、こちらがまずありましてですね、で、これと、これ、このジークフリード対応のスーパーパックだけのセット、このね、これがねちょっと薄くなってますんでこれ以外のとこが色がついてますけどね。で、これがスーパーパックのセットで、これとこれがねあればこの状態にねできるんですけども、セット版というのもあって一気にこれの状態ね作れるというものがあるんですけどもね。で、僕はですね、まずこれを買って、ちょっと難しそうだったんでかなり放置しちゃってたんですけども、早い段階で組み立てまして、完成させました。このね、この普通の状態のものを。で、後からこれが発売になるというので、これを買ったんですけども、ちょっとね、これ、注意書きがあるんでね、これ読めば一発でわかるんですけども、これね、読んでみましょう。注意書きをね。この商品の組み立てには、未組み立ての72分の1 VF31J ジークフリード、ハヤテインメルマンキー別売りが1セット必要です。完成しているものには取り付けられません。と書いてありますね。はい。なので、未組み立てで一緒にですね、組み立てていくわけです。これをね、部分部分で。で、通常のものは通常のもので組み立てる流れがあるんですけども、これのですね、流れの中にこのスーパーパックの組み立ての説明が入ってくるわけですね。このページだとこのページを見てくださいみたいな説明書があるんですけども、このね、説明書の中に、この作業工程がですね、この番号が書いてありますけど、いきなりこれ01の6から始まってますけど、この01の6番からのところに、このね、こちらの01の6番のところ、こちらの説明書の、はい、これは01の1から始まってますけどね。で、ここの01の、これ3、4、5と来て、01の6の工程がここにあるんですけども、ここの工程でですね、これを取り入れてくださいと。ちょっと違いがよくわからないですけども、通常のものがこれで、スーパーパックの組み立てが入るものがこれですね。ここにこれが入るわけですね。これも部品ちょっと違うんですけど、これ、こういう流れになってます。簡単に言うとこういう流れになっています。なので、そのね、未組み立てのこの通常のものがいると言うんですけども、これ、
もう完全にこれ先に発売されて、これが何ヶ月か後に発売されるんで、そんなこと知らないじゃないですか。で僕これ予約で買って、てっきりね、本当これこの組み上がった状態にこれを取り付けられるもんだと思って組み立てようとしたら、このようにね説明が書いてあったんで、ああこれはできないのかなと思ったんですけど、今これね、まあ、出来上がっております。どうしたか、分解しました。はい、もうこれはねかなり大変な作業になるんですけど、まあ全部分解するわけじゃなくて、そのこの説明書を見ながらね、あここを分解すればこれ入るなっていうところをね分解して無理やりねじ込んだ感じですね。かなり大変な作業でした。なのでね、本来とは違う組み立て方をしてしまったので、この動画、まあ動画にも撮らなかったんですけども、そのこちらの最初の組み立てもボツになりまして、最初組み立てた時はねこれなかったんで、これを入手してからちょっとさあ大変ということで、これをね一生懸命作ったんですけども、まあちゃんと出来上がったんで良かったんですけどもね、これね結構その変形するのもねポロリポロリいっちゃったりもしてですね、難しかったりするんで、ちょっとこれ今回やりませんけど、まあかっこいいはかっこいいんでね、どっちで飾ろうかなっていうね、このファイターモードの状態で飾ろうか、このバトロイドのモードで飾ろうか、はたまたガウォークにするか悩みましたけども、まあこれをね買ってあったんで、ファイターモードはこれで飾って、まあバトロイドかガウォークでね迷いましたけども、まあやっぱバトロイドかなと、まあ、ガウォークの方はまたなんかでね、補えばいいかなと思ったので、とりあえずこれでバトロイドでね、はい、あとはこのねワルキューレの5人のフィギュアライズバストとですね、これと同じサイズのプレ版限定のねクリアバージョンのこのジークフリードに一人一人のデカールを貼るものがあるんですけども、それを周りに並べてですねディスプレイしております。はい、なので今回ねこれを付け加えて、まあデルタの方はこれでいいかなと、これで終わりかなといったところでね、今回こちらを組み立てていこうと思います。なのでこれはちょっとね、片付けておきたいと思います。はい、それではこちら箱を開けていきたいと思います。組み立ての説明がこの箱の内側に書いてあります。スケランナーの方が2袋になっていて、こちら黒だけの黒と、グレーと白、そしてシール、こちらがねに分かれております。はい、これで部品は全部ですね。こちら左から A1、A2、B、奥が C1、C2、そして C3、はい、でこちらが粘着のあるデカールですね。水転写ではなくて、そのまま貼れるデカールですね。かなり薄い素材で、若干ね曲がりが効くので、多少曲がってもね手直しは効くんですけども、まあその辺はちょっとテクニックがいるかなって感じですね。はい、それでは、組み立てていきたいと思います。はい、ということで完成いたしました。はい、かっこいいですね。このねノーマルバージョンもかっこいいんですけども、やっぱこのねスーパーパックがつくと若干ごっつくはなるんですけどね、
このブースターがついてね、かなり高機動で動けるんだなというのが分かりますね。はい、まあ、やっぱりこのシール貼りがね、若干の地獄を味わうことになるんですけども、そんなにね貼りにくくはないんですけどもね、めちゃめちゃ細かいんですよね。このコクピットの後ろあたりが結構細かいのが多くてですね、ちょっと難航するんですけども、まあ、組み立て自体はそんなに時間はかからないので楽なんですけどもね、裏側の方もこの黒くなっているところがですね新規パーツで、それ以外のところはね以前と同じパーツでいってるんだと思うんですけどもね、まあ、設定上はそのこの黒い部分が装甲になってねパチッと取り付いてるんですけども、これに関してはこの白い部分に黒いのがパチッとつくわけではなくて、この黒い新規パーツがここにはまっているという感じですね。まあ、そのためにこの辺りとかは多分まあこれを取り付けるために穴が開いたりとかねしてるんだと思うんですけども、はい、ということでこちらは変形はしないのでね、このまま飾るだけなんですけどもね、まあ、とりあえずこれを飾って、大きい方のね先ほど紹介しましたこちらのでかい方の変形する方でですね、バトロイド状態で飾っておきたいなと思います。ではこれをね棚の方にセッティングしたいと思います。はい、ということでこちらがですね、僕がマクロスの、もう主にもうマクロスデルタだけなんですけどね、このワルキューレの皆さんと、機体にワルキューレのメンバーの柄がプリントされたね板ジークフリードをですねここに飾っておりまして、でど真ん中にはこのバトロイドのジークフリードが立っているわけです。でこちらにはナイトメアプラスと、マクロス戦艦なので、こちらのねちょっと空いてるところにですね、これと、今回組み立てたこのスーパーパック、これで完璧かなと。まあ僕はこれジークフリードに関してはこの1体だけでいいかなと思っておりますので、あとはねまあワルキューレの全身のねフィギュアとかあると思うんですけど、その辺もあったら面白いかなと思うんで、まあ今後何か入手するようなことがあればここにね加えていきたいなと思っております。はい、今回はこちらのねスーパージークフリード組み立ててみました。以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。